今期稲葉今期の稲葉、今期の稲葉の名前。いや、書いといてな、こっちにも割と分かってる名前つけてんな、お前。はい、了解です。あ、こっち書いてるね、マトイさん。ほいほいほい。はい、エントリーどうぞー。はい、受付お早めにお済ませください。準備、設置を切なさい。エレガ、準備、設置を切なさい。エレガ、準備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 、準はい、ありがとうございます。え、ないですか。お、終わったかな。終わってない気がするけど。受付してない方いませんか。絶対おるやろうけど。絶対いるよね、こっち振り向いてるもんね。あ、もうちょっと待つんで、いる方はね、できるだけ近くの人にお願いしてでも受付を済ませていただきたい。受付してない方いらっしゃいますか。え、いや、俺なんかやりませんかって話しろ、クソ失礼やからね。フェンリッチとでえや、フェンリッチとフェンリッチとでえや。こう教えてもらいながら、え、なあ、多分何が悪かったって言ったら、んー、もうちょっとジャンプした方がとか普通のこと言われる。中帽子遅い、500円なお前。嘘やつ、200円でいいよ。はい、お願いします。じゃあ一応エントリー締め切りますね。あっせんすかね、アキラさん。あー、了解っす。じゃあ、アキラさん以外大丈夫ですか。エントリー締め切りますよ。いいですね。あ、やってる、マトイがやってる。フェンリッチ、ミヤマトにしとくね。
フェニチ相方おれんからさ。で、圧戦が2位やから、君入れたらちょうど。Yeah!
じゃあどうなんだよ。33343334ですよね。だから F まで使います。ここはい、じゃあ F 筐体まで使うんで、アンソンの台まで、のじゃあラストでお願いします。い、F より右、一番向こうは使っていいです。 A、B、C、D、E、F、 アンソンの台まではラストでお願いします。もう入らないでください。倒くなってな。
か。もう順番に A、B、C、D とお腹を下しな。お前届く一番上の絶対あー、そうだ、はい、ヤム書いてるわ。ヤム書いてるわ。なんでマックスって書いてんだろう。なんでマックスって書いてんだろう、ね、キャラのとこ。俺使うキャラマックスやろ。いいやろ。回してくれ。例えば RRQ で G さんにやるな。悪くいいよ、悪く。はい、になるんで、どうしようかな。あ、全部に抜けです。はい、全部に抜けです。はい、エンリックスは相方宮間です。後で言います。どう、はもうどっからそうかな。まあ、もう上からですか。上からでいいな。はい、じゃあ影響体スタンダードキャラテラルナカウォーコー出れますか、いますか。呼び出します。こっち来てください。で、うおーうおーあれが来てる、つくの。あ、ま、じゃあマトイハンターザギアルブ先。マトイハンターはい、呼ばれます。新マトイハンターのーね、新マトイハンターのーね。え、こんなのあっつくんだよ。おい、あれや、俺らのチームのバトル。ペラル仲間ごっこと、じゃんけんしてくださいね。影響体です、影響体。じゃんけんして影響体で準備してください。俺は今名前があってもいいよ、分かりにくいやね。あ、まあまあまあ、アンソンって呼ぶからいいけど。はい、B 状態は、CD ウォークラッシュと、あ、双子さんもおれんねんな。双子さんもおれんねんな。ちょっと、いや、CD。CD ね、ちょっと。双子さんもおれんな。ちゃんと主役と一緒確認した。はい、じゃあ、おまけけん。はい、じゃあポロとマックスじゃんけんしといて。B 筐体でじゃんけんしといて。で、C 筐体、 C 筐体はキーライトさんのチームはめられますと、強キャラと組むのは基本というチーム。じゃんけん、じゃあキーライトさんと有キャンプあたりじゃんけんしてもらってください。 C 筐体ね、 C 筐体よ。はい、有キャンプいる。はいはいはい、じゃんけん、ほい。はい、で、D 筐体、次 D 筐体ですよ。D 筐体は、まといのチームとピカリンさん、はい、アセイチ呼び出します。ピカリンさんと緑茶さんいますか？手挙げてください。緑茶さんと、はい、ピカリンさん、こちらチームですね。よろしくお願いします。で、まといさん、菊池さん。まといさん、菊池さん、D 筐体で試合なんで、あ、どちらか、じゃんけんしてもらっていいですか？まといさんと。じゃんけんで、後出しか筐体決めてください。で、D 筐体で準備してください。 D 筐体の吹き行ってください。お願いします。まあ後出しで余裕あるな。で、この人がいいっていうチームとジン、はい、ジンのチーム。フェンリッチフェンリッチおる。フェンリッチ、フェン様、フェン様、相方、宮間にしといたから、
人がいいとじゃんけんして、天王さんと。しかも巨乳じゃないしな。で、D 筐体ね。はい。で、じゃあ、E 筐体、ごめん。E 筐体、E 筐体。はいはい、E 筐体。で、アリルクか。E ブロックは、マイナミ2016、ユーモアリルチームと、マトイハンター2、J アンソン、マックスチーム。はい、じゃんけんしましたよ。で、F 筐体お願いしまーす。はい、もう全部。いいよ、いいよ。はいはい。A、B、C、D、E、F、準備できましたが、大丈夫ですか？C 筐体？え？あー、はいはいはい。マトイハンター、だいたいマトイさんが先死ぬか、マトイさんと当たる前に死ぬか、どっちかが。いい、オッケーです。 C 筐体がレバーメンテ中なんで、レバーメンテちょっと待ってもらえるといいかな。生レバー的な。レバーはやっぱり生が一番。お腹壊しますね。みんな準備できてますか？大丈夫ですか？僕レバー嫌いなんで。いつでもスタート押せるようにはしててくださいね。スタートはまだ押さないでくださいね。え、マックス？後出しとかどうなった？どっち行くの？ですね、宮本ちゃんは D です。 D カップ、違います。C のレバーが OK やったらもうできる感じやんね。今日も多いな。30。え、 A は A と C ですね。 A 筐体です。もう順番にやりました。そうやね、うん、僕らは E 筐体やから C、D、E、F ですね。COG が把握してないぞ、まだ。COG、C。COG 後半戦やから、まだ。後半ってか、さっきここやから。いや、ここやってるよ、もう。あ、やってる？うん。マトイさんじゃんけんしてって言ったもん。ん？あは、D、D、D。あ、ミヤマちゃん多分合ってた。俺らが一本。はい。ですね。じゃあ、緑茶さんとビカリンさんも筐体の方行ってくださいね。準備できてないチームあります？把握できてないチームあります？ないっすよね。おんま、じゃあ行くで。はい、じゃあ4月13日固定ツアーズアテネ日本橋ランキングバトル始めていきましょう。拍手、スタートボタン押してください。僕試合します。 Please select your character。 ジン・キサラギ、ジン・キサラギ。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. まだ。その甘い息。受け取る男は息。少し悪い。読めるさ。無駄。何？受け取る。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 無駄せなる。
Please select your character.椿やよりあら普通に殺されたバカしたいけるいける有利キャラだいけるぞはい HP はテラルナさんと影響体が影響体はテラルナさんとザギさんのチームさあ1ラウンド目はテラルナさんが攻めてドット落として楽に状態トリトリ車輪でとりあえず落としてここ楽園もう一度たまらない今楽園状態だったからかなさあ CT ガークラガーキャン白いでバックスは気にせず攻めていいよはいジャンプし空投げはもちろん抜けてムシからどうする取り突進虹タグしっかりと落としてどうする？毒に置いてからの F ガル当たってしまうさあ 6A M 賞前行ってバーストガードカラーのドリドリ処理おマックス奥に勝ってるいいぞひるむなひるむなロクリ落としてのぼりが当たってさあ来い苦しい楽になれセーブ
意味ないの、それ早く気づく。今のワンちゃん死んでたな、ヘキサから。いや俺は知ってたよ、ジャンプ 4D が最強って。俺は知ってたよ、ジャンプ 4D が最強って。食らってる時あれやな、回してた方がいいかもな。メタギタ、はい。じゃあ A 筐体はさっきできなかった、迷子さん、バルさんいます？いますね。じゃあテラルナかまぼっこチームとやってください。2-0。影響体なんぼでしたっけ、アルブさんたち。はい、他は他ユキャン君とか負け、2-0。お、マックスいいね、任したよ、任した。相手体力マックスやん、それ。 C 筐体はじゃあユーキャン君とこと、アッセン1ピカリさん、緑茶さんとこと、ヒョウギャルタ組むのは基本じゃんけんしてください。ユーキャン君こことじゃんけんですね。で、D 筐体ははめられます、T ライト、ネプチームと、お、マックスいいぞ、アッセイ、あ、ちょ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 、はめられますと、マトイさんチーム、T ライト、ネプさんと、マトイさん、菊池さん、D 筐体でお願いしますね。お願いします。じゃあ F は、アキラさん、と、あれ、お、マックスが、マックスお食いが、マックスお食い、マックスお食い、ちなみにお食いっていうのはもう関東のっていうあれであって、あの人顔かからず逆バリうまいから。早くね、いいぞいいぞ、おいおい、うわっ、ちゃうかー。いや、OD 使っただけますね。うん、でもマシやけど絶対返ってくるからね。いける、はい、おいしいよ。体力触るのはでかい、はい、FCT、はい、おいしい、完全にヒーキ、完全にヒーキしていく。ごめんなさい、呼び出し、いい筐体はテルリン、気づきチームが、負けチームやね。だから、これはテルモンエアさんチームで、よろしく。ワトルさん、17だ。おぉ、おいしそうだね。私は正義の代弁者、いざよ。
間に合った。うわー、B 兄弟熱いな。なんか突然どっちかが死ぬよな、これ。どっちみちな。うわー。うわー、やーる。え、止まった今、止めた。いいよ、はい。うわー。椿弥生。いやこれ、いや俺はやるねやるわ。はい、それ、2120? え、2120 21で、おもろマックスの勝ち。いや、今、あれやわ、いただきの景色見えた。いただきの景色見えました、今。じゃあ、B はやってない、双葉さんとノーリンさんで。と、負けなんで、ポロビッチョガトーさんチーム行きましょう。ポロガトー、一応各ブロック勝った方が一応報告してみてくださいね。 A はテラルナさんところと、ジン、あーメイコちゃんか、ね、マイゴくんね。エンリッチの今日の上着やばいな。輝いてるよねってやつやな。キンキラキンやで。最近いつもそれやで。マジでどうしたんこれっつって、父からもらいました。父さん怖い、怖いわ怖いわ。あんまりフェンリッチ閉めてあかんで、みんなクソガキがとか言っとったらお父さん出てくる。その前に兄貴出てくる。マジで、じゃあもっと怒らすわ。マスクしてるから何言ってるか分かれへん。そうそう、こいつの口元分からんから。飲み物飲むときときだけ、あの真っ黒なヒゲが見える。あ、俺あのアリル君に負けてマックスが2連チャンしてくれてんけど、ちょっとトイレ行ってきますって。どうしたっつって。さあ、これ双葉さん対ポロビッチもなかなか熱いっすね。ずらして、そうか、今日は3画面映ってるあれじゃないねんな。配信が影響体のみやねんね。はいはいはい。いや、あれフォローは多分もうあれしか狙ってなかったから。で、またようあの後 2A 押せたな、ちゃんと持続でなんか引っかかってあーってなるようなのが怖かったけど。今やー、ウォーシーがちゃんと影響体熱狂しようと。よろしく頑張って。はい、影響体バール対バールさん対寺田さん。スバキン勢とかマジで出やすいって分かんない。ウォーシー2CC ウォーシー2C3 段同キャラ戦いないでしょこんなん。えみたいな花は大体テレビが悲しめすよって。そうかっつってキャラ変えようかなって。意外なやつの気なんか結構良さそうな気持ちに。
刻んで、まあ、昇竜のね、あれ最後のガード構成が結構長くて難しいですよね。クー投げ入れていく。ホバー空投げとホバー空投げ着地に上のタクーンで、大きいなど大きいなどが大きいね。オッケーして、これが一緒のバンドが入るんですよね。ゴリ6ビビ、これぐらい高速までで高速で入れ替える。ガティキャメラおしゃれに決めて、じゃあ間違えた。じゃあひぶき君じゃない方が殺して、エモさんに殺してもらって、はい、僕は全然あくらいに殺しましょう。通信費ラピキャンから 6cc と新拠点どっかできんの無理なんだな。さあ菊千代が勝っている。あれ千代氏カラー変えた。ラウンドじゃないセット数いいでろ。はい、さあ頭の出し合いと千代氏とかやおった A と C がやったな。さあ出して BB 三段。あ、じゃあ CD 呼び出ししますね。やってないもん同士ですね。T ライトさん、ネプさんと最後としてピカリンさん、当てていく緑茶さんかな。はい、まあじゃあ C でいきましょうか。はめられますと圧線位置が C で、千代 G のところと、ゆうきゃんくん、袖いかさんのところが D で、千代 G、もう一回 D、袖いかくんのところと、お願いします。おい。じゃあ B と C やってください。 A 筐体で B と C。 マックスおるか。お前じゃない、ごめん。京馬や、京馬の方、京馬、あ、おるね。はい、あかんな、ごめん。そやね、あのな、さっきマックス、マックスで2人いるのめんどくさいから、お前なんか適当に名前教えろって言って下の名前を教えてもらう。何を言ってるんですか。俺ら老害生が頑張っていかない。今日はでも若いもんにね、ちょっと俺のケツ拭いてもらったんで。じゃあ双葉さんはそのままマックスとじゃんけん。あーリルが勝つと後出しで、はいはい了解です。アリル君、セット数状態どっちがいいですか。あ、ラウンド数じゃないこっちです。2-1でアリルの勝ち。はい、じゃあ、アキラフさんとこさんのところと僕らやりましょう。 F でちょっと店長運営お任せしていいですか。ここはもう最後の組み合わせやってもらっとるんで、で僕らも次最後です。はいはいはい、そうです。で E 筐体のはこれ終わったら最後の組み合わせまで残ってるんで、まだお願いします。無駄なこと。レボン2無駄です。
この分際で私を止めてみなさい。レボン3アクション。無駄でこんなものが効きません。イージスアップ、セラッ、祈りなさい、ハッ、セラッ、ハッ、ドラッ、ドライブ、ワン、こいつ、ハッ、これが痛み、無駄になる。これが秩序の力。Select your character. Jin Arisarae. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Kijoki.この程度伊藤そこか落ちる大事ない読めないかはい、そしたらですね、チーム、チームジン、ジンチームですね、チーム、トレーチーム、無敵状態でお願いします。無駄なこと。レボン2アクション。膝さんこれはそこ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 行くぞ、行くぞ、そこか、吹雪、腐れ、
はめられますチームと、圧戦1チームってもう終了されてます？2ドルで丸か。ってことは1抜け2抜けと、はい、ね、で、僕らが20の02なので12と、はい、ヘンリチンとかも完全に勝った方が1ですね。 B はこれまだ2つ目なんかな。バトルはマックス6位、筐体は筐体もこれ最後の組み合わせですかね。2-0 で勝ちと。カゴかいける、カゴは。中上げでや、オモロンが1、ガトポロが2、台が多い、素晴らしい。うん、最後やってる E は終わった、F ブロックは E 筐体は終わった。うん、それで全部最後かな。うん、例のごとく2抜けは多分番号順にポン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 と掘り込まれて、1抜けがシード権、シード権っていうか選べる権利ですね。裏回ったことによって 2B が漏れたのが助かった。今のせいやんな多分バリガがある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 ですわ。というわけでザギマンのところ1位かな。ザギマン 2-0 2-1。だからザギアルブチームが1位のスタンダードキャラが2、ちゅうわけでございます。あとはフェンリッチのところだけかな。こっから4台でいきますか店長。そうですね、4台でいきますので、千日が終わったら E と F はの試合に戻していただきましょう。まあなお宣伝なのですが、25は団員制限大会が催されますね。アルブ君と若い方のマックス君が主催、まあ白パンダさんから変わってって感じですが、まあまあ皆さんぜひぜひ参加してくださいね。特にあの大会慣れしたい人とか、まあ普段家庭用ですけど、たまにはちょっといろんな人と直接対戦したいという人ね。で、26は、今度、ダブル、ですね、ダブル、こう、なんて言うか、なんて言っていいかわからんけど、1インチに、要は2つ大会があります、ブレイブルー。ランダム3-4と固定3-4です。で、ランダム3-4は、
一発トーナメントでやってますんで、っていうのはあの1日に2つ大会やるからっていうので理由です。まあアップ程度にね、レバー触って大会の緊張感味わってもらう程度の大会です。ランダム3オンと固定3オンですね。キャラかぶりあり、アッセンもあるんで、キャラかぶりありなんでね、タオガグタオガグタオガグとかね、ありですよ。まあテルミテルミテルミもありですよ。はい、でその翌日27日もアテナランバトでございます。ランバトでしたっけね、対戦会ランバトですね。団員制限大会アンソン祭りからのランダバト、ブレイブルー3日間連続でございます。でその1週間後ゴールデンウィークに KSB とアチョの小屋祭です。え、熱い抱擁とかどう？やめろよ、辞退しますってやめろよ。兄弟は誘ってないよ。うん、ちっこい方しか取ってない。しかもあの俺とまといさんやから、これあの完全にアンソンの自演って言われるちょっとフラグが立ってるから。え、またまといハンター、あ、まといハンターでけへんやん、チームにおるからでけへんわだ、え、大打先大打先いません、関西にはいません。俺ここの絵プレイヤブルする前から別に好きじゃなかった。何も来るものがなかったっすね。ブレあのタオカガ使いはみんな嘘つくからな。タオカガ使い嘘つく、嘘つき多い、多すぎるやろ嘘つき。だってタオカガ使ってたやん。なんかそう、タオカガが弱くなった瞬間、世のタオカガ使いみんなここの使いになってな。あ、出た、あーあー、ま、紛れ込んだ偽物。勝ったのはフェンフェン、オフェンフェン。そう、なんかパンダっぽい名前やけど、オをつけると途端にちょっと怪しくなってくる。なんやねん。オフェンフェンね、オフェンフェン、フェンフェンが何や、なんでなんでこっち来たん。はーい、じゃあフェンリッチたちが1位っすね。一応書いとこうかな。ああ。はい、ちゅうわけでまずは2位抜け呼びましょう。2位抜けはこっちっすね。あ、てのかな、スタンダードキャラ、CT ボスラッシュ、はめられます。マイナビ2016チームビッグボイン、テラルナさん、はい、で、ポロピカガト、どっちか来てね、キーライトさんかネップさん、あ、いますね、ユーボーくんかアリルくん、あ、ユーボーくん、はい、で、ヒズキくん、はい、じゃあ、あ、ちょっと待ってね。いや、ちゃんとこれ番号とか入れなあかんから、たぶん3はないんですよね。145910やね、145910、うん、90、はい、
で、2抜けが番号のとこに入るってことね。あ、はーい。はい、1番、ゆうぼう。ゆうぼうくん。ゆうぼうくんとこ殺しに行こうかな。あ、家庭長すいません。1番上がってもらって。4番、テラルナさん。4番。これ4番ですね。はい、5番。5番、ガトポロ。ガトポロ。はい、9番。はい、ヒズキ。はい、10番は、残りかね。キーライトさん、ネプさん。はい。で、1、2、3、飛びますよ。ザギマンいるね。ザギマン、俺俺やろ。オボロン、マトイさん。あ、チオジ、チオジいるね。マトイさんもいるね。で、僕いる。で、フェンリッチ、フェンリッチ、フェンリッチ。はい、今呼ばれた人引いてください。誰も取れへんよ。おい、お真ん中取ろう。なんか、絶妙なん引いたわ。おう、それも絶妙なん引いた。はい、1番、1番、はい、的地を好きなとこ選んでください。新たなるハンターが解放される。恐れることなどないとおっしゃられるのか。今のアサシンネタって誰も分かってくれへん。アサシン、めっちゃめっちゃこんばんは。マトチヨ、どうせ優勝するんやから早く入ってほしいです。めっちゃ考えてる方のトーナメントにフェンリッチ送り込んだろ。7番、はい。2番引いた人、フェンリッチ。フェンリッチ6番やって。うそやで、うそやで。どこ行く？いいやで、いいやで。あの、うん、菊内を、お前どこ行っても、ま、さっきの試合で殺されたからっていう意味でもあっこ行っていい、どっちでもいい。殺して年は取りたくないですね、フフって言ってきて。年は取りたくないっすね。まあ好きなとこ選べよ。2、3、6、8。3番。はい、じゃあカード3番引いた人、俺俺俺、おもろ。マックスどこ、マックスどこ、下下行くか。じゃあもう8番でいいわ。8番、はい。4番はフェンリッチ選ぶかマトチを選ぶか。究極2択っすね。俺ら5番やから、まあ、どっちかと絶対当たるからよろしく。まあ初戦でね、ね、どっちに行くか。あのね、フェンリッチは人選が苦手です。ヒントです。フェンリッチが結構負けるキャラ、人道キャラ、ファルケンハイン。人苦手です、勝率 80% 以上。そうかっつって。そうやな、苦手ですっつって。お、マトチオレ、お、マトイハンター、ハンターがついについにマトイと接触。これはあの、あれですね、カメラさん隠れてとか言って、あのこれに、これでやっとマトイハンターの実力分かってしまうから。
ハンターあれやね、逃げられないように捕まえないといけませんね。実力割れてしまうからな。はい、まずは2から。早くなんか宝物かなんか見つけて封印しないと危ないですよ。はい。じゃあ、開幕試合は1回戦ですね。1回戦2台でさっきやってたかな。1回戦ああ。ゼロ回戦あるでしょ。ゼロ回戦から先行きましょうか。ほんなら、そやね。じゃあ、テルリン、ヒズキチームと、チーム巨乳と、はめられます。やばい、この二チーム。出会うべくして出会いましたね。巨乳と、はめられますは、筐体です。はい。で、スタンダードキャラと、CT ボスラッシュが B 筐体で、まずゼロ回戦に消化しましょう。CD ボスラッシュそこの あの短い間にジン3人もおるやん。めっちゃかっこいい。ジンジンジン白面殺しに来ましたよ。誰ジジンジンジンやん座って待ってくださいね。決まったらね、ハンターしよう。ハンター優しく背中をポンって叩いて、あーってさせないとあかん。うん。さっきここの上が出るのを楽しみに待ってたと。弱くても俺はここの上メインで頑張るつもりやったんやと。そう。で、さっきついに、何ここの絵出た時のタオカカ、まあ弱かったやん。まあ、あれはタオカカじゃない？どっかのカカ族が紛れ込んだと。決まりました？決まりました？ゲームセンターでイチャつくのはおやめください。はい。ゲームセンターでイチャつかないでください。ここはそういう施設じゃないんで、近隣に結構あるんでね、そちら、頼っていただければ。はい。決まったら座ってくださいよおぼろん。もう OK ちゃう？はい、じゃあ決勝ドラフト始めていきましょう。白風、スタートボタン押してください。0回戦からです。白風。孫作お願いします。孫作白布、孫作白布ちゃん知らんの。一気当選見ろ。もう完全に世代違うよ。俺も最近見た。ゼロ回戦だけなんで、まずね。はーい、予選抜け10チームなんで、まずゼロ回戦からです。ベスト8に出るための、まあ各ブロックの2抜け4チームがね、戦わないといけません。ボリュームとか大丈夫ですかね。一応確認しようかな。まずはこれネプさんですね。さあバースをちょっと警戒しつついってましたが、当たってしまうが再びレリウスのターン。さあボクシングタイム。さあこれは 4D を潰してターン継続。捉えれない。あっ、おー、これで終わり。歯車強い。開幕距離を取って、さあノエルがダンスを始めました。中段当たって安く締める。こう前転が通るが、ここでしゃがんだ 2AC の隙に 5A から、まずは1回ダッシュ中だ。何か出てなかったね。ステロステップ、あれですね、技名出忘れちゃった。レドリーや、レドリー。 3C で締めて表裏っぽかったが、これはおっとダンスが始まりました。ノーと危なかった。これは距離が空いたことによってお互いスカール。母ちゃんおし B を置いている。お
さあ母ちゃんのバストショットが当たったか。コモミス、これはどうだ、これはどうだ、中段ガード 2B3 種で締めて変身。おお、ジャイが当たって、あーっと、うお、熱波したのかな。さあ一本一本まだありますよ、お互いバーストマックス。裏から、うお、核反取れず下段。このキャラ本当慣れてないと難しいですが、しっかり見ていた。ゴービーバーストショット、母ちゃんの胸が伸びます、伸びます。どれがジャミー、サンシー、母ちゃん2、ゴーエ、2ビー。さあジャイジャイジャイ、歯車、これで距離が空く。母ちゃんもちょっと回復して、ゴービー差し込んでスライディングのところでバスト、ガーキャン。さあちょっとレリウスが攻めあぐねているぞ。ノエルがしゃがみにゴービー差し込んで鉄砲撃って固めていく。中段ラピッド使ってもう一回踊ります。 CT ガーキャン通った。ゴービー三種、下段をしゃがみぐらい、ウィレッポしてしまったか。母ちゃんが乱舞して下段、中段は届かない。出し込み CT が漏れて、多分 OD ですね今の。下段中段、これはつながらない。下段ガーキャン、かなりガーキャンが多いですね今日。ゴーエから下段中下中中勝ったのはロールマミリオン。気づき、咳込みながらむせながら、ウォシュレット、さあこの一勝はかなりでかいね。さあチーム巨乳がまずは一本、巨乳ビッグボインって知ってますかね皆さんね。あの金色のガッシュっていう漫画の、あの漫画最高やと思うんですけどね。あのエロさを全く感じさせない、ただ単に面白い下ネタっていう、そうね、難しいっすよ本当に。おい捨てゲーすんなや。さあ始まってます、キーライトさんのレイチェル VS テルリンのプラチナ。まあテルリンもねプラチナにキャラ返してもう結構経って、割といろいろ覚えて最近頑張ってますね。どう関節で斬新だったか、これは繋がらずだが、この6円怪しない。ホッピング、さあ風受け身からこの2へ暗い判定が出ません。変える、ゴービーで入れっぽ買って中段 5cc アッパー殺し、やっても無駄よ。一本選手はキーライト、距離が空いてプレゼント出せず、おおお中段やり直し、変える、消える、当て身でしたね。家がやはり強い、コーンもできなかったがちゃんとフォローしていく。カエルが出て今度は下段 5C で合わせてバースト、ボーム、おおすげえ、あーボームが2発とも消えてしまった。 ビリビリとしびれて風を使って、これはコンボミスだが体力ドットのプラチナ距離を上げて、おおお、あっとカウンター、なんかこれファーストだったっけな。ガーキャン危ない、あっとついてしまう、あーうお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 う、ガーキャン読まれて勝ったのはキーライト。さあ相方がしっかりフォローをして大将戦、
っと B 筐体はポロピッチョが負けてしまう。勝ったのはテラルーナ。レイチェルさん、 The Wheel of Fate is turning。 じゃあテラルナさんとカマボッコは連戦でそのままフェンリッチとミヤマちゃん。でもアンソンも行ってこようか。うん、オッケー。じゃあ僕ら C でやろうかな。マトチオと僕らやろうか。じゃあ新バトルハンターの方もやりましょうか。もう新バトルハンターとマイナビ UFO くん、マイナビ UFO くんおる。はい、ザギさんとことじゃんけんして D 筐体じゃないね、じゃんけんしといて。うん、待っといてね。踏んで、次やから待っといてね。もう決めて待っといて。じゃあ、まあ、今 ABC 埋まってるからちょっと待っといてね。なんかイベント筐体つけてんのか、なんでやねん。ゆぼくん、なんか適当なキャラ選んで殺して。でザギさんとことユーボー君ここでやってもらうんで、これ殺し次第やってもらっていい。うん、誰か間違えて押しちゃったみたいなんで。はい、じゃあテルリンくんマックスとじゃんけん。なんでいい兄弟で。はい、じゃあ A 筐体は僕の稲葉マックスのチームと日月さんとテルリンさんのチームの試合です。はい、A 筐体は開幕はプラチナが触っていたが、ここは相打ちから
さあ、クステからの2位強い。さあ、登り込む入らないので、早めに補正切り。コーンもミスったが、6B を当てて。これは絶妙な当たり方をしていく。ノーゲージコンボ。さあ、十分ですね。はい、ジャンプ読んでいいから、押せ切りには。と思ったんですが、バリーガーキャンセルが間に合って、フライパン当てて、ここバースト使っていく。さあ、フライパンには気をつけていきたい。ジャンプ氏が当たって、マミさん。ゴービーから触ってジャンプシー、ロクシーからブリ、ジャンプシーが本当に強いですね。ジャンプ A から引きずり落として 6B 竹内中段。さあ、しっかりと透かして 2C 指導は結構減りますね。さあ、コパコパ暴れだが、もう一回ジャンプに B 強い、投げてボラせませんと。さあ、コンボミスがちょっと痛いが、画面押し、どうする？ミサイルは熱波でしのぐ。ハンマー、避けるがここ、間に合わない。ヘキサ、割り込んで、こっからが、いやですね。ホームラン。どうにかして、防いでいきたい。ラピキャンから強引に触っていく。ケツ、投げは避けて、バースト読むが、ホームラン、バースト間に合う。さあ、嫌な体力が、ここ、何倒すじゃん！ハンプ B が通る！さあ、押し付けていく。ジャンプに B、2B 空中ヒット！どうなってるんですかね。さあ、2B から 3C、ダウンを取らず、補正を切りに行ったところ。もう一回、ダウンを取って、裏回る！表、ジャンプ！表、ジャンプ A、わちゃわちゃしている。ジャンピオンにダッシュロケで刈り取って、どんどんと猫締め、動作がじゃあスカ 6C でスカジャンプ C、 ジャンピがねかなり強い攻めが、ここ 2B 差し込んで補正切り、固め直し、投げは飛んで、ここ硬直にさせたか、いい感じに触って入れっぱは通さないが、繋がらず、バットを振って、押せ切りは、ジャンエンエン、逃げて、マミーさん、バーストは、オーバードライブ、繋がらない、エキサーミスるから、ミスるから、Select your character. マトイハンター失敗しました。封印されてしまいました。ごめんな。ほんま。私の邪魔をしないでください。The wheel of fate is turning.9時。まあ、マトイさんとはね、あとで多分ロシアで多分僕の連呼付き合ってくれると思うんで、まあまあ、ちょっとは狭間対策してきたかなって感じですね。いや、またじゃあ後でやろうね、また。またじゃあ後でやりましょうね。もういいってっていう、マトイさんの今日まだ聞いてないから、早く聞きたい。いや、オーディコンだけで勝てるわけじゃないよ。合唱客にあかんで、バスしたら。
まあ、C が空いてるんですが、まあ、今はまだできませんな。次まで4台でできるね。お、画面見てみると勝ってるのは日月。さあ2ラウンド目。え、イナーオックスこれ対象は対象。ああなるほど。サオカガバングってなんかこうストーリーじみたことを感じるよね。一応弟子やからな。林ライスかな。林ライスをつけて、はい、ハッシュドビーフ、トマトがよく効いている。はい、分からへんかった。はい、ディア銃のことかな。はい、あーカウンターして、さあディア銃を爆発させていきますね。地獄の画面端、林ライスどうぞ、美味しいですよ。ドッグビードルかな。中段勢いがある。しかしまだ林ライスどころか、あっとこうボタンが早すぎるこいつ。あうわ、当て身失敗、林ライスできず。中段だがこれはさすがにお釣りをもらったが、ジャンビが長い。次さあリバーサオーディドゥオーダンス止まってガキャ呼んで、これはなーがーボタンを押しているのはやはりオーバロー。林ライスを試させれませんでしたね。林ライスじゃあ風なんやろ。風鈴、風鈴どうぞ、夏ですね。はい林ライスどうぞ、トマトですね。そうですね、D がまだやってるから、まあ、あ、待てよ、こっから2台でいけんのか、うん、これ終わったら、まあ、D を直したいかな、でも C は直してもらって、マイナビとザギアルブか。いや、もう頑張ってる。いや、マックスもかなり今回頑張って、あーっと、うわー、たった1回のミスが、命取りか。お、呼んでたっぽい。あ、おい、 OK、 結果的に、うわっ、おー、闇、お、あるよ。あー、遅らせリレー終わり。あ、まだある、うわー。リアルな前やめてもらっていいですか。うえ、終わりかな。じゃあ D 直してもらってザギマ、あ、じゃあマトイハンターがまだ当たる可能性はあるんやん。はい、はい、じゃあさっき僕んとこ動画台だったんで、僕とんとこんと菊池さんとこ B 筐体でやりましょうか。 A 筐体はザギさんとこと、フェンリッチんとこじゃんけんしてもらって A 筐体でやってください。はい、じゃあマイク置いときまーす。Please select your character. Jin Kisaragi.
ジン・キサラギ。雪アニサ、貴様にか。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. こいつマジ。少しはやるよ。イモラする。エカ対ジンジン。いやーゴシを避けられて、ゴリセッカからフルコンボ結構痛い。にえゴシ当たってセッカジンからだんだん落として、2段目をすかしたがラフィキャンはまあ間に合うという、もちろん繋がらない、だがまあくちゃくちゃしてバーストを吐かして、ただジャンビーが当たってゴビーが届かない、ジャンビー間に合う、ゴービーがしゃがみぐらい。さあ勝利出したかった。この障害がさあ完全にはめられている。あーライチの画面足は嫌です。うわぁ、2対1や、2対1や、こんなん Please select your character. さあ、2B が長すぎる。ジン・キサラギ、The Wheel of Fate is turning. 暴れつぶし、痛いよ。アクション、あば、あー危ない、危ないよ。あーさあ、影響対はザギさん対ヘンリチ。体力リードはザギさんが取られているけど、ゴーシージャンプシー、6シールよ、間に合わない。
負け血を仕方ないぬい。さあジャンピーからゲーラーン落として、お一覧のよ変リッチ。あ僕たちはまだ酸欠があるということですね。影響体はザギさんが画面足 6B で威嚇していく。空中ぐらいだよ、痛すぎるよ、絶対死んだよ。もう勝っても何も思ってないもん絶対。あ、荒首死んだとか思ってる。ほら、ほら、喜んでないもん。あ、荒首死んだみたいな。え、アルブ君まだでしょ？負けてないっすよ、君たちまだ。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. それはなんだ。まだ何行け。行くぞ。アキラ。何がしたアキラ。その程度。行くぞ。無双。無双。フル？フェンリッチがさ、何も感情なく対戦してるからさ、さっき荒くね殺したのに、あ、荒くね死んだみたいな。さあガーナー間に合ってるが、投げ仕込まない逃げ確認からしっかりとしっかりタッチで拾ってますね。体育ずらしからのジャンプキャンセルで様子見 6C をスカル、危ない。ジャンプ B めくってオーバードライブ、最後の火翼でさすがにお亡くなり。フェニッチ OD にボーナスついてるかな。 120%え1300400、あっオーディ中1550やったかな、忘れた、そんぐらいあったはず。逃がさないジャンプから補正を切る、バースト読んでからの霊飛行当てていく、端に戻してサッシが当たらず。さあ今のコンビスはかなり痛いが 2C3C?バースト当てて依存性、依存性、性格が悪すぎる。ほら、あもうゲーム終わったっつって。あれじゃあ決勝フィンリッチんとこと、和田井さん、菊城さんとこで、三決は B 兄弟でアルブ君、ザギさんとこと僕とワックスんとこなんで、うん、ザギさんとじゃんけんしまって B 兄弟で。あ、ジン、了解でーす。じゃあ A 筐体も B 筐体もね、もう準備できたら始めてください。僕も試合なんで行きまーす。
ジン・キサラギ。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. はい、で、よっと。決意を決めたい。で、はい。ストップ上等だ。まだまだ。はい、で、ストップランク。はい、で、で、よっと。ランク。やるわ。は、すぐ。決めたい。ランク。はい、と。ランク。もっと本気で来い。それか諦めろ。はい、はい。決意を決めたい。よっ、テイクサイはい、はい、いい、はい、行きなさい、行くわよ、行きなさい、はい、はい、ジン、だいたい、行きなさい、はい、はい、これで行きなさい、どけたら、そこ貫け、くっ、何がした、行きなさい、行きなさい、よっ、テイク、はい、はい、はい、いい、は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 い、テイク、はい、何が、何がしたい、敵を決めたい、トン、何、諦めない、うん、そこ貫け、うん、トン、トン、そこ抜けてこ、ここからよ、そこまで、うん、そこ抜いて、逃げ逃げだ、うん、受けてみろ、やるわ、無駄よ、そこ抜けて、何がしたい、トン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 、ダメよ、先に、Rebel 2 Action! ゆけ、テイトン、プリャ、何がしたい、何がしたい、はい、テイプリャ、トン、これが境界の力、はい、行きなさい、トン、行きなさい、感謝、テイトン、ハンマイ、行きなさい、もっと踏んで、よっ、敵よ、トン、テイ、行きなさい、よっ、はい、行きなさい、行くわよ、行きなさい、その程度よし無駄よ消えたらいい手ねよしはっはっ敵を行きなさい貫けはっはっ敵行きなさいトンうわバン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 受けてあきらめろそこ受け抜いた方がいいやるわねダイビングこれでタッチトンはっ無駄よ機関ダウンタッチよっトンやっと行きなさいバンバンよっフォーワーエンド ライチウィン私もあなたと同じ目をしているのかもしれSelect your character. Jin Kisaragi. The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. Ore, shoki. Tetsu. No. Shoki. Nariya. Yoi.そこか、行け、お前、そこ行け、解放、接触、飛翔け、それで、飛翔け、ほら、ヒット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 、ほら、はい、筐体は大和の試合が終わってて、マトイさんが出てきて、フェンリッチですね。まあ、フェンリッチといえども、さすがに、菊池さんとマトイさんがきついって言おうとしたら、マトイさんがやられて、やられて、またやられるか。まだ1ラウンドや。さあ、2ラウンド目。ゴーシー当たって。さあ、逃げていく。高さ合わせるが、ジャンプティーが届かないと判断しての膝戦。そう、飛翔拳、飛翔拳。ジャンプビーカーブーサっていく天翔山締めて投げは抜けるマトイさん今座れたかったんですかさあ天翔山落としてジャンプし
ジャンペ。え？斬撃。あ、危ない危ない危ない。かっこいい。あ、コンボムービー。コンボムービー。おっつ。え、OD 残ったらそのまんま空中飛翼やね。OD の。あ、いい対空。裏から。さあ、ダウンを取らずにガントレットハーデス。6。バーストスカッシュはでかすぎる。あー、いい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 。虫は猫に食われるべきなんです。あー、いい。食われろ。さあ、みかん野郎が登場していく。開幕画面足はでかすぎる。 B 筐体の話ですさあ菊池さん対エンリッチ大将大将ですね。ちょみかん野郎来るなりおめでとう。ジュース飲む上イケメンすぎるやろ。息子にしてくれみかん野郎。何の理由なくてもジュースおごってくれるけどな。気をつけて。中段立って6立って立って優勢でいく。ゴミ当ててさすがにお亡くなり。少しはやるよ。レボン2アクション。よっ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 包帯のようです。あ、ヒネス当たる。さあ、僕は試合に。無謀とはお前のような奴のためにある言葉だ。